はい、皆さんチェース。はい、というわけでね、タイトルに出ている通り、最初っ端からね、噛みましたけど、なんでかっていうとね、ちょっとショッキングなことが起きましてですね、まあ、今回カオス戦わせていくんですけれども、こちら、ちょっとここ見てわかると思うんですけど、ここだけめっちゃ白くなってるのが、お分かりいただけるかなと思うんですが、折れたよね。折れたよね。折れたね。綺麗に折れたね。うん。相手誰だっけ？ネメシス。ネメシスにぶん殴られて、カオスの爪が折れたよね。うん。ポッキリってやつ。まあ、まだ回せますが、ショックがでかい。そして、まあ、今回タイトルに出ている通り、こいつ、一番ベイブレードの中で背が低い、低身長ということで、ナッシングからのこのレイヤーのシステムで、この大きさになります。で、対するは？はい。こいつね、ブラストジニウス、レイヤーが上に上がって軸先がとんがると、ちょっと持ってくるね。でこうなるじゃん。からのこいつが低身長なので、この差だね。この差、もうディスクにしか当たりにいけねえっていう。だ鉄にこいつぶっ込むからまたぶっ壊れかもしれないんだよこいつ。ちょっと怖い中ちょっとやっていきたいと思います。3点ポイントマッチで。いくよ。もうな。勝っても泣こうが何だろうが3点取った方が勝ちね。3点取った方が勝ちね。うん、はいよ、いくよ、うん、3、2、1、ゴーッ。今のナッシングで、今のはナッシング、うん、今のはナッシングでそれな。はい、いくよ、仕切り直し、はいよ、3、2、1、ゴーッ。今のもナッシングで外れてんねん。マジか、うん、もうロックがナッシング。長いやりゃいいな。うん、次3度目の正直。あね、うん、いくよ、3、2、1、ゴーッ。なかった。確かになかった。次ゆっくりシュートする。ゆっくりシュートする。うん、多分力みすぎてピョンって取る。あね、あと手がブレちゃう。やる気なかった。うん、そうな。いくよ、3、2、1、ゴーッ。あるよ、リアバしてんだからもうやめてくれっていう。ふふ、普通高さ違うね。下から攻めてくる。お、お、下がってきた。おー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 、ちゃんと本気で回してる。回してる。回してる。おちょもり。回してる。おちょもり。おちょもり。おちょもり。俺言ってんだよ。しかもノーロックよ。おちょもりだけど。うん、力が入らない。入らない。うん、じゃあ俺全力でシュートするね。3、2、1、ゴーッ。もうナッシングとは思えないほどの暴れ方。このまま高すぎるし低すぎるからどっちもどっちなんだろう。多分下から潜ってバランス崩してるから、うん、相手沈むの早いんだろうな。うん、ただディスクに当たりにいってるからいつリアバしてもおかしくない。だから思いっきりモロ刃の剣だよね。2点です。いきます、3、2、1、ゴーッ。そちらが1点です。まさかのシュートミスで点あげるっていうね。うん、戦ってすらね。当たってすらね。かすってもいいや。うん、タイトル崩壊。いきます。3、2、1、ゴーッ。痛い？痛い？ここの向き当たった。親指の付け根、爪のところ。ここって言ってもみんな分かってねえから。じゃあ今のなしで。じゃあ1対2ね。シュートミス連続で2点上げるとかちょっと嫌だから。いくよ、はい、3、2、1、ゴーッ。おーおーおー、そう、そういうファイティングが見たかった。ちなみにね、リスクはあんまり今回関係ないんだけど適当に選んだよね。おっと、やっぱ高身長だから足元崩されると弱いんだね。だね。
あれフラグ今俺絶対フラグ立てた、うん、フラグ見事に回収ということで、高身長の方が強い。本当かよ。いやだそうじゃんそうじゃん、まあね、それからみんなが言う通り、いやいやシュートミスで見上げたんだからもう一戦やるよだと思うよってなるか、うん、じゃあ今2対2、うん、次は最後ほう かなるといいね。そうだね頑張ろう。いやまさかのバーストね、うん、びっくりした、うん、俺もフラグたまってない何も言わない3、2、1、ゴーシュ。やっぱ鉄に当たってるから痛いんだわな。ってことはフレームつけずに、そうだね、フレームつけずにモール当たる、うん、でリアバの可能性、うん、じゃあカオスをリアバさせたい方はリスクのフレームを外しましょう。結果高身長は低身長に弱いかもしれない、足元崩されたら崩れます ね、 そうね。崩せなかったら鉄にぶつかってこいつ死にますね。というようなわけでね、モロハの剣ということで、皆さんお気をつけて今回このねあのバトルやってみたかったらやってみてください。それでは以上と思いきや以上あれ